回は多肉植物の玉つづりの育て方と増やし方のポイントを解説します。まず太陽によく当たる場所に置いて、水は多肉植物にしては多めに与えるのがコツです。増やし方は春から秋に挿し木で簡単に行えます。では皆さんも楽しい多肉ライフをお楽しみください。以上、バルセロナウォーカー園芸部でした。